横浜金沢海の公園ですね。今この海の公園で開催されている、金沢文庫芸術祭にやってまいりました。午後もう4時近いのかな、4時近いですね。夕方の散歩です。賑やかですね。そこがメインステージになるわけですね。さまざまなアート作品、クラフト作品の、お店といいますかね、テントが出ています。オーガニック系、自然系、自然派のそのような人たちの大体集まりですね。お土産、お面がいろいろありますね。アート縁日、すごいな。浅場善さんです。こんにちは。人は主催者の浅場善さんですね。先住民広場、金沢文庫芸術祭、浅場さんの、主催で大体始まったわけですけれども、浅場さん自身が、アニミズムに強い系統を受けている方なので、先住民族の、例えばアイヌとか、そしてアメリカのインディアンとかのそのような人たちの考えとか価値観を前面に結構出している、そういうフェスティバル、アートフェスティバルになりますね。大体もう大体ステージは全部終わってるみたいですね。やっぱ朝がどうも虹の戦士、この思いは強いですよね。ステージ、このような衣類もすごいなかなかいいのがありますね。この、お面、仮面のブースですね。ここは子供たちの、広場みたいな感じですね。いろいろ遊び道具が あって、でみんなして遊んでますね。しかも遊びもその昔ながらの遊び、原始的な遊びという感じで、本来の子どもたちの命を育む遊びという感じがします。風景に馴染んで自然に馴染みすぎてるという感じです。全然オーラとか感じなかった普段の今日は完全にお客さんに徹しようと思って。あ、そうですか。そんなことを考えず、ただお客さんとして。あ、いいですね。昔思い出しますよ。大地を踏みしめ、
盛況な気がしますね。こんなにいっぱい出店してるっていうのはなんか すごいですね。まあ天気も良くて良かったです。今まで天気に恵まれないことも結構ありましたからね。9月っていうのはね、台風が来ますし大変だったんですけど、飲食店も出てますね。チベットソーセージ、あー並んでるな。ここはなんだ、氷か。やっぱ氷はね人気ありますね、うん、氷か。おかわり100円引きっていうのは面白いですね。あーここも美味しそうですね。ケバブとかそこら辺もあります。これは多分ロコサトシさんの、ライブペインティングだと思いますけれどもね、うん、高橋さんと会いまして、柳沢さんとも会いまして、ちょっとおしゃべりして、はあ、もうすっかり夕暮れになりまして、風が気持ちいい感じですね。うい、酔っ払っちゃいました。まだ眠いです。今日は2時に14時に目が覚めたんだけれども、12時間寝てたんですけれども、それでもまだ眠いです。一体どうしちゃったんだろう。このままずっと寝ちゃうんだろうか。やばいな。ただいま5時半、そろそろ全部閉店の準備が始まってます。このあとパレードが行われるわけですけれども、もう物販の方はもういろいろ片付けが始まってます。